皆さん、こんにちは。交通インフラ研究所です。今回は、リニア中央新幹線の静岡航空有識者会議の状況について、国土交通省と静岡県のウェブ資料及びウィキペディアの情報をもとに検討します。中央新幹線は、東京都から、 大阪市に至る新幹線の整備計画路線です。日本政府による整備計画における正式名称は中央新幹線ですが、新幹線で初となる超電動リニアを採用する路線であることから、JR 東海が開設した開設ウェブサイトや報道などでは、リニア中央新幹線という通称でも呼ばれています。品川から名古屋間の2027年の先行開業を目指しており、 2014年12月17日に同区間の起工式が行われました。完成後は東京都の品川駅から名古屋駅間を最速で40分で結ぶ計画です。ただし、JR 東海は大井川の流量減少への懸念を理由とした静岡県のトンネル着工反対などにより、2027年開業は困難との見解を2020年7月時点で示しています。 国土交通省は、リニア中央新幹線静岡航区について、これまで静岡県と JR 東海との間で行われてきた議論等を科学的、工学的に検証し、その結果を踏まえて、今後の JR 東海の工事に対して、具体的な助言、指導等を行っていくための、リニア中央新幹線静岡航区有識者会議を2020年から開催していますが、着工のめどは立っていません。 まずはじめに結論から確認をしていきます。大井川の水資源については影響が少ないことが確認されましたが、水の戻し方や環境保全について継続審議されています。2022年末から話題に上っている山梨県側からの高速長尺先進ボーリングが実施されれば着工に近づく可能性もあります。次に、リニア中央新幹線。 着工の経緯についいてて確認していきます2010年2月24日に国土交通大臣から交通政策審議会への諮問が行われました2011年5月12日には交通政策審議会からの答申があり営業主体建設主体を JR 東海走行方式を超電導リニア方式ルートを南アルプスルートとすることが適当と結論付けられています 2011年5月20日には国土交通大臣から営業主体、建設主体の指名が行われました。2011年5月26日に国土交通大臣が整備計画を決定し、走行方式は超電動時期浮上方式、最高設計速度は時速505キロメートル、建設費用の概算は9兆300億円、主要な経由地は甲府市付近、 赤石山脈南アルプス中南部、名古屋市付近、奈良市付近とされました。2011年5月27日には、国土交通大臣から JR 東海に建設の指示が行われました。2011年6月から2014年8月の間には、環境影響評価が行われました。2014年3月に出された、環境影響評価準備書に対する静岡県知事意見では、 工事中のみならず共用後についても大井川の流量を減少させないための環境保全措置を講ずること工事中はもとより共用後も見通した環境保全措置を講じ南アルプスの自然環境への理解及び保全への最大限の配慮を求めること等が謳われています2014年7月の環境影響評価者に対する国土交通大臣意見では工事実施前から 河川流量の把握を継続的に行うとともに、工事実施中から工事実施後の適切な時期までモニタリングを実施すること。推理用に影響が生じた場合は、専門家等の助言を踏まえ、適切な環境保全措置を講じることなどが、謳われています。これらを受け、2014年10月17日には国土交通大臣から JR 東海に、工事実施計画の認可が行われ、 2014年12月17日に JR 東海が着工しました次に南アルプストンネル静岡港区の概要について確認していきます南アルプストンネル 25km のうち静岡県を通るのは 10.7km ですそのうち静岡港区は静岡県内の 8.9km の区間となっています トンネルの主要な構造物は、先進港と本港の2本が計画されており、非常口は、仙国非常口と、西又非常口の2カ所が設けられる計画です。また、沢良島排水口までの導水トンネル掘削も計画されています。次に、2021年5月21日時点での、静岡県の指摘する課題について、 確認していきます。環境影響評価における主な課題は、有害物質の管理を含む中、下流域の地下水への影響。県境付近のトンネル工事による工事中の湧水の大井川水系外への流出。地下水位の低下、騒がれ、河川流量の減少、湧水の河川への戻し方による、希少種を含む生態系への影響。 大量に発生するトンネル掘削度の処理に伴う土砂や濁水、重金属等の流出等による生態系や生活環境への影響、トンネル掘削による湧水量や地下水位の変化の予測精度などが挙げられています。有識者会議の第11回までの議論の成果と議論が必要な主な課題としては、県境付近のトンネル湧水の予測、評価、 トンネル湧水が県外流出した場合の河川流量の変化、トンネル湧水を大井川に全量戻すための現実的な方法の検討などを挙げています。現状、静岡県は水のモニタリング方法や戻し方、および環境保全の方法には議論の余地があるとの認識とみられます。次に、リニア中央新幹線。 静岡航空有識者会議の状況について確認していきます。国土交通省は、リニア中央新幹線、静岡航空について、これまで静岡県と JR 東海との間で行われてきた議論等を科学的、工学的に検証し、その結果を踏まえて、今後の JR 東海の工事に対して具体的な助言、指導等を行っていくための、リニア中央新幹線、静岡航空、 有識者会議を開催ししてきました2020年4月27日から2021年12月19日の間に、水資源に関する討議が行われ、中間報告が出されました。それによると、工事期間中のトンネル湧水の県外流出の影響は、トンネル湧水量の全量を大井川に戻すことによって、中・下流域の河川流量は維持されることを確認し、また、中・ 下流域の河川流量が維持されることでトンネル掘削による中下流域の地下水量への影響は河川流量の季節変動や年ごとの変動による影響に比べて極めて小さいと推測されることを確認した。と記載されており南アルプストンネル掘削による静岡県の水資源への影響が小さいことが予測されています。また、 工事中に静岡県外に流出した水を全量戻すことも確認されていますが、全量戻しの方法について、JR 東海より田代ダムの取水を削減する案などが提案されていますが、静岡県は納得しておらず、合意の見通しは立っていません。2022年6月8日からは、環境保全、すなわち生態系や生物多様性に関する討議が行われていますが、 解決の見通しは立っていません次に2022年末から有識者会議の話題に上っている山梨県側区間からのボーリング調査について確認していきます山梨・静岡県境付近の断層帯を上向きに掘削する際に山梨県側に流出するトンネル流水について静岡県との対話が続く中 流域市長から地域の懸念を解消すべく、技術的なデータに基づく議論を求める声が高まっています。山梨県と静岡県境付近の断層帯については、2012年度に静岡県側の東俣付近からの斜めボーリングを行いました。調査は東俣付近から開始し、県境から静岡県側に約300メートルの地点まで実施しましたが、 調査の終点から県境までの区間ではボーリング調査を行っていません。そのため、山梨県から静岡県境に向かって水平方向に地質などを調べる高速長尺先進ボーリングを行うことが JR 東海より提案されていますが、静岡県との合意の見通しはありません。報道によれば、大井川、下流域の自治体から、この調査の実施を求める声も上がっています。 ままとめになります。大井川の水資源問題については、有識者会議の中間報告により影響が少ないことが確認され、トンネル掘削により静岡県外に流出した水を全量戻すことが確認されています。全量戻しの方法は、JR 東海より田代ダムの取水を削減する案などが提案されていますが、静岡県は難色を示しています。現在、 有識者会議では生態系や生物多様性の問題が議論されていますが、解決の見通しは立っていません。JR 東海が計画している山梨県側からの高速長尺先進ボーリングが実施されれば、地質のデータが得られることから、着工に近づく可能性もあると考えられます。最後に、もう一度結論を確認しておきます。大井川の水資源については、 影響が少ないことが確認されましたが、水の戻し方や環境保全について継続審議されています。2022年末から話題に上っている山梨県側からの高速長尺先進ボーリングが実施されれば、着工に近づく可能性もあります。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか